その日、俺たち夫婦に電流が走った。え？これは、なんと、できてしまったのだ。妻が子供を授かった。そんな、どうしましょう。俺たちはがっくり来た。完全に予定外だったからだ。しかし、発覚した時にはすでに妊娠22週目。他にどうすることもできず、ついに赤ん坊が誕生した。わー、かわいいですね。元気な男の子ですよ。どうするのよこれ。いや、どう考えても無理だろう。なんだかあんまり嬉しくなさそうですね。そりゃそうだ。だって俺たちは貧乏だから、自分たちの食うものですら危ういのに、子育てなど到底無理。だがすでに生まれてしまったこの命、養育していく以外で何か他の手立てを考えるしかなかった。よし、俺に策がある。そして俺たちが生まれたばかりの赤ん坊を抱いて向かったのはお隣さんだ。あなたたちはお隣の。このお隣さんは夫婦でずっと子供を欲しがっているが、不妊症を抱えているらしい。子供ができず困っているという話は町内でも有名だった。実はご相談なんですがね、俺はそんな隣の夫婦に赤ん坊をプレゼントしてあげることにしたのだ。その方がウィンウィンだと思ったからな。俺の話を聞くと、お隣の夫婦は本当にいいんですか。ありがとうございます、ありがとうございます。泣いて喜び、俺に何度も頭を下げた。いいんですよ。私たちは子供が好きで、昔はよく自分たちの将来の子供の話に花を咲かせたものです。どんな名前にしようか、どんな子に育つだろうかって。しかし一昨年の暮れに夫婦同時に不妊症が発覚。不妊治療も試しましたが、まるでダメで。ああ、正直もう諦めていたんです。それがこんな可愛い子を引き取れるなんて。きっと神様が与えてくださったのよ。ああ、そうだな。よかったっすね。そんじゃあ俺たちはもう行けますんで。待ってください、何か俺を。プレゼントフォーユー。俺たちは面倒なことは避けたかったから、そそくさとその場を後にした。できれば二度と関わり合いたくなかったからな。だが数日が経ち。おお、かわいいな。名前は何て言うんですかい。ナオミです。お腹が空いているようだな。すみません、お乳をいただきたくて。どうやら赤ん坊は粉ミルクでは泣き止まないらしく、お隣夫婦は毎日のように妻の母乳をせがんでくるようになった。すみません、今日も。またかよ。あんまりしつこいんで、授乳のサブスク制度の導入を検討したほどだ。月額500円は取らねえと割に合わねえぞ。最近思うんです、やっぱりこの子本当のお母さんを求めてるんじゃないかって。俺は焦った。お隣さんが急にひよって、やっぱりやめたと赤ん坊を突き返される予感がして。大丈夫ですよ、血のつながりなんて関係ない。あなたたちが正真正銘のこの子の親だ、自信を持ちなさい。だから俺は必死に二人を励ました。今さら返却されても困るぜ。そうですか。すまないアントンさん、事務所まで頼む。赤ん坊も連れて行くんですかい。そして俺の励まし作戦は成功。お隣の夫婦は再び親としての自信を取り戻してくれたようだ。しかし柄の悪い連中と付き合ってるみたいだな。こんな生活は6年ほど続き。すみません。え？もしかしてなんですけど、お二人は僕の本当のパパとママなんじゃ。僕は篠田直美、6歳だ。僕には一つ悩みがある。うるせえ。君の悪い子供ね、行きましょ。お前なんて知らねえよ。僕のパパとママが僕の本当の親じゃないってことに気がついてしまったんだ。ある日、これって僕は書斎の押し入れの中で見つけてしまったんだ。養子縁組の書類、そこに僕の名前が書いてあるの。僕はパパとママの子供じゃなかったのか。ナオミ、頑張れよ。応援してるわ。
あれ、お前んとこの親じゃねえの？違うよ。全く反応しないわ。どうしたのかしら。両親は僕のことをとてもよくしてくれているけれど、そのことを知ってからなんだか不信感を抱くようになってしまった。二人が僕が養子だってことをずっと隠しているから。なんで本当のことを言ってくれないんだよ。僕は本当のパパとママに会いたかった。そして最近じゃお隣に住んでいる夫婦が僕の本当のパパとママなんじゃないかって思い始めたんだ。表札の名字や髪の毛や目の色、顔なんかも少し似ている気がするし、大好きなテニスをやっている間も僕はそのことばかり考えていた。僕は知ってるんだ。二人は僕の本当の家族じゃないんだろ。ナオミ、どうしてそれを。この嘘つき、どうして今まで言ってくれなかったんだよ。私たちは本当の息子のように思っているわ。パパとママなんて大嫌いだ。ナオミ、ナオミ待って。僕はどんどん情緒が不安定になっていって、最近では親子喧嘩が絶えなかった。やっぱ子育てってめんどくさそうだよな。本当ね。プレゼントして正解だったな。二人が本当の親ではなかったという事実を受け入れるにはきっとまだ僕は幼すぎたんだ。そして大雨が降ったある日。お前は。僕は改めて隣の家を訪ねた。直接真実を確かめるためだ。お父さんなんでしょ。あなた僕の本当のお父さんなんでしょ。ねえ、本当のことを言ってよ。やめろ、話せ。僕はずっと寂しかったんだ。いつも一人ぼっちのような気がして、この世界に自分の居場所がないような気がして。お願い、本当のことを言ってよ。僕は本当の家族と暮らしたい。ただそれだけなんだ。僕は自分の思いを必死に訴えかけた。だけど知らねえな。え、仮にだ、仮にお前が本当に俺の息子だとしても、お前のようなわがままな子はいらねえよ。僕の思いはあっけなく打ち砕かれた。僕はショックだった。真実を確かめるどころか、こんな形で突き放されてしまったから。それから20年の月日が流れる。5セットマッチ、ナオミ篠田2サーブプレイ。いいぞナオミ、ナイスサーブ。俺は現在世界で活躍するプロテニスプレイヤーとなった。小学生からずっとテニスを続けていた俺だったが、ある日の練習中に偶然来日していた海外の有名コーチの目に留まり。僕ですか。世界的に有名なテニススクールにスカウトされた。それが転機だった。中学に上がってからすぐ海外留学を果たし、国内とはレベルの違うライバルたちや最新の設備と環境の中で、俺はテニスのことだけを考えて生活を送った。テニスっていまいちルールわかんねえよな。そうね。そして現在では男子世界テニスランキングで海外の強豪たちと首位を争うまでになった。ゲームセットアンドマッチ、ナオミ篠田。そして俺はこの日ついに世界を取った。よし。一番感謝を伝えたいのは父さんと母さんです。二人がいなければ今の僕はなかったから。あれこいつどこかで見たことが。やっぱりそうだ、この男は。国内では初となる快挙にセンター街はお祭り騒ぎに。現在篠田直美選手の年俸は20億円と言われており。20億？大会の賞金に加え、海外の有名企業がいくつもスポンサーについているようだ。そう、驚いたことにあの時お隣さんにプレゼントした俺の息子は世界的に有名なテニス選手になっていたのだ。そういや、ずっとテニスをやってるみたいだったからな。そして同時にこの時俺の頭にある一つの考えが浮かんでいた。その日大会を終えた俺は久しぶりに帰国し、両親と実家で過ごすことにした。直接感謝の言葉を伝えたかったんだ。ナオミ。父さんも母さんもわざわざ家の前で僕を出迎えた。この前は海外まで応援ありがとう。あんなに小さかったお前がこんなに立派になるとはな。これまでいろいろあったけどさ、二人には本当に感謝してるんだ。ナオミ。全部父さんと母さんのおかげだよ。違うよ、
俺たちの DNA のおかげだよ。その時、お隣のお前の成功は俺たちの優秀な DNA のおかげだ。さあそろそろ俺たちの子供を返してくれよ。そう、俺たちは息子をそろそろ返してもらおうとお隣さんを訪ねることにしたのだ。お前いつか言っていたよな、本当の両親と暮らしたいって。いいよ、許可してやる。俺が本当のパパだよ。あんたらやっぱりあなたたちが僕の本当の両親だったんですね。そうだよ、よろしくね。父さんも母さんもちゃんと説明してくれなかったから。ナオミ、それは私が本当のママよ。さあこっちへいらっしゃい。確かに何度も考えたことがある。どうして僕だけ本当の両親と暮らしてないんだろうって。僕も血のつながった本当の両親と生活を送りたいって。ナオミ、そうだろそうだろ。ああかわいそうなナオミ、もうそんなことで悩まなくていいのよ。私たちと暮らして本当の家族をやり直しましょう。だけどあれは幼少期の気の迷いだった。え？今ではこう思ってるんです。すると俺たちのナオミはカバンから何かを取り出して、あなたたちが親じゃなくてよかったってね。は？次の瞬間、あなた？ナオミは俺の脳天にスマッシュを放った。首の骨が折れたと錯覚をするほどの衝撃。いいか、そもそもあんたたちは僕の誕生など望んでいなかったんだ。それにあの時本当の家族を求めて涙を流す幼い僕を邪険にした。あんたたちは人手なしだ。世界一のスマッシュを直接脳天に食らい、俺は脳震盪を起こしていた。そうかよ、じゃあ今日はこのくらいで。しかし返さねえよ。あ？いつもはおとなしい隣の旦那の雰囲気が変わって、正直ナオミと巡り合わせてくれたあんたたちには感謝していたが、金目当てで近づいてくんのは気に入らねえ。事務所で話をつけようじゃねえか。事務所？事務所って何の？あれ知らなかったのかい？父さんはヤクザなんだ。俺はその衝撃の事実を今日初めて知った。俺たちはずっとヤクザのお隣に住んでいたらしい。そういや前々からやけに柄の悪い連中と一緒に。許してください、つい調子に乗ってしまって。もう二度とナオミ君には。そして俺たちは問答無用で黒塗りの車に乗せられた。あなた、一つあなたに言わないといけないことがあって。なんだよ、今はそれどころじゃ。あなたの子じゃないの？あ、実はあの子あなたの子じゃないの？そうなの？妻は以前浮気をしていたそうだ。ナオミはその相手との間にできてしまった子供だったのだ。そもそも本当に俺の子ではなかったことが発覚した。てか、どんなタイミングでカミングアウトしてんの？しかしそんなことはもう関係ない。この後俺たちはヤクザ事務所でみっちり絞られ、自分たちのこれまでの行いを悔い改めることになったのだった。